ゆくきん TV エビデイ。おー、春 YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、金曜日の24時26分、深夜なのに、中野の変な中華屋の焼肉チャーハンと餃子とビール飲んじゃってるよです。こんな深夜に。なぜかわかる？その秘密はこちら。ズン。私、本日麻雀をやって、お金はかけておりませんよ。麻雀をやって、圧倒的1位、3万400ポイント勝ちました。お金はかけてません。ポイントで争ってます。プロの麻雀の人たちと一緒でね。大勝ち。前回も8500ポイントくらい勝ってるかな？うん。まあ。8500ポイントじゃ、まあまあぐらいで。3万400。今日お昼にカップラーメンちっちゃいのとポテチ食ってお菓子食ってぼーっとしてたら、12時頃食ってぼーっとしてたら、夕方からやりましょう言われて行って、ジャンソーでカレーも食わず勝ちそうな雰囲気があったから、途中からずっと。で、時計周12時間ぐらい何も食ってない。で、そうすると芋おかしくなって、あんま何か食いたいとかもないけど、3万400勝ったら、宴しないとダメでしょ。そうでしょ？お腹もそんな減ってない気もするけど、背徳を味わいたいわけよ。今筋トレでちょっと絞ろうとはしてないか。筋トレ頑張ってるとか。これで、今、24時半ぐらい。バカ太るとか、関係ない。背徳の味が一番うまいんだから。大勝ちしたら、バカ食いでしょ。うめい。うん。うまい。明日水道もないし、今日金曜だから。勝ちだな。見てよ、私。ラスト1回以外、ラスト1回がビリ取っちゃったけど、それ以外ビリ取ってない。3位が2回。3回ぐらいあったかな、人飛ばしてギリギリ3位みたいな。うん、13回やってトップが5回。マジ？13回中トップ5回、最高やん。それ以外も2位が1、2、3、4、5、3位が2回、ビリ1回。めっちゃええやん。3万400ポイント。大勝ちよ。そりゃ、背徳食わねえと。
うん、この餃子は味がついてるって言われてるけど、ポン酢つけてな。まあ伝えたいことはそんだけ。背徳にパイカン。パワー。